僕は令和の座敷わらしのですね、作ってくれたやつにルカにね、大阪で会うということでね。あ、どうも。あ、こんにちは。どうも。いやー、いいっすね。あ、そうですね。初対面ですかね。まあ、初対面ですけど、Zoom でビデオ通話で、ね、何面か喋ってるんで。あ、でもこの立体感はね、Zoom では見れないから。あ、確かに。確かにこんなにお互い立体感を感じながらっていう感じで。何歳今？僕ですね、今23になりました。、はい、最初あの変なZoomに突撃してくる時は何歳だっけ？あれ20歳です。音楽活動ではさ、でもさ、はい、収入にならなそうじゃん。まあそうです。じゃあ普段は家で何してるんですか？普段ですか？もううなだれてます。あ、うなだれてるか。収益は？収益ない。ないですよ。ないとどうやって暮らすんですか？実家なんで今。ああ、はい、じゃあちょっととりあえず、はい、じゃあ行きましょう。どうします？僕大阪は全く土地勘ないんですけど。とりあえず道頓堀のとこまで行きます。なんで遠いでしょ、ここから道頓堀。いや遠くはないですけど。いや遠いって、まあ、これは無理でしょ。これはちょっとあかん。開けません。これは開けません。二名様向けって書いてあるから。はい、ギリギリ。俺牛肉食われへんくて。え、だから牛肉はやめといて。そうなの？なんで牛肉だと選択肢だいぶ減るよ。いや僕牛肉だけちゃうんですよ。あの牛系があかんくて、まあ、今のところなんですけど。え、そうなの？バターとか牛乳とか、うん、チーズとか全部あかんくて。いやいや、それはダメだって。選択肢なさすぎるよ。あ、でも結構食えるもんあるんですよ。僕マクド好きなんですよ。いやー、マクドはちょっと僕わざわざどっから来て東京から来てわざわざ大阪でマクド食わされる。まあ大阪はマクドだからちょっと違う、違うっちゃ違うんだけどね。マクドとマックだから。グルメタウンのここら辺にあるから10、ここら辺のどれなんですか？あ、俺お好み焼き好きなんですけど。あ、じゃあそれにしよう。確かに大阪といえばお好み焼きっていう。でも並んでんじゃないの、人気店だったら。あ、これです。あ、じゃあちょっと先に、そう、多分街だと思うんだよ。何でこんなのか選んだ。風月焼き、風月焼き。あ、いいですね。何？あと何？どういうの？え？お酒とかいっぱい飲んでやる。いいね。僕酒飲めへんくて。あ、そうなんだ。体質的に頭も。僕もね、そんなにダメ。あ、これいいね。牡蠣とかダメなんだ。あ、あかん。牡蠣ダメなんだ。言われへん。何でもダメなんだね。あ、でも普通にあの豚玉、普通のお好み焼き。ああ、ちなみにこちらカラオケ印税が入りまして。あ、だからあげる。え、いいんですか？はい、あげます。これ1万円ありがとうございます。あれ、なんだっけ、カラオケの、はい、なんかさ、はい、2年間で6000円ぐらい入ってきました、僕ね。だから今日の交通費と合わせて赤字になりますけど1万円あげる。ありがとうございます。この皆さん歌ってくれて聞いてくれてありがとうございます。お気にお金を渡してるシーン、正しいからどう妻取っちゃうけど。いや、どんどん見てくださいよ。俺が一番直してますよ、お前。大丈夫です。ありがとうございます。100均の財布。ありがとうございます。100均の財布に1万入りました。ありがとうございます。ちなみにですね、僕は令和の座敷わらし、東京のガチのラジオ局で流しましたよ。あ、アントニーさんだった。そうそう、あれすごいじゃん。風の噂で聞きました。インター FM で流しましたから。これリツイートで流れてる。あ、本当。風の噂で聞きました。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。再会のね、初対面の。やばすぎるやろ。バリでかいやんけ、これ。これが豚モダン、今焼いてくれてるから。で、僕は一人で食べる牡蠣のバター醤油焼き。あ、全然逆の方とになった。これゲソ。まだなの？これまだ？もうすぐできる？いや、俺知りません。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いや、いいですね。大阪らしいもん食えたんで、おかげさまで。よっしゃ、行きますか。はい、カラオケに。僕は天才漫画家、夢がいっぱい選んでる。新しい世界へ取り込む。これはホッピングありきやからな。まあまあ、そうね。オッズに合うことばかり、怒るから超ラッキー。楽しげで全然違わないようなこと。はい、絶妙な快感を求めてるだけ。それなのによ、それなのに僕は幸せになっちゃう。
切り抜けて街の夕焼けやこう明日が待ってるから僕らはねどうもありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。これから先はまた我々のミュージック活動あるんでしょ。あると思いますよ。いやでも2人が望むなら。いやそんなに僕ねこれ大変だの割に6100円だからね、うん、でもまあこうあるのはいいよね。あるのはいいのよ、うんうん、で安月ルカの今後はどういう、はい、どういう感じなの。ちょっとその辺も気になっててさ。ああ僕の今後ですか。音楽に専念みたいな。とりあえず曲作ってはい、はい、歌って、うん、ライブして、うん、目標地点みたいなの到達点みたいなのないんですよ。あ、ないんだ、うん、自分の音楽生活振り返って、うん、あのやっぱ一つ出た結論は、うん、無理をしたら壊れるっていう。あ、無理してたんだ、ちょっとしてました、まあ、緩く、うん、まあ、無理せずですけど、まあ、俺には俺にしか分からないものがあるんで、うん、そこは貫きますんで。まあ、分かりました、はい、今ね、なんとなく考えてるのよ。でも結局ね、曲ってね、はい、何かっつったら、はい、世に伝えたいことをメロディーに乗せてぶち込むっていうことなの。これは若いやつらに年金免除申請しようって知ってる？年金免除申請。知らないです。なんでだよ。いや知らない。あんなに歌ってる今。いや知らないです。なんでニーサ構造も知らんす。ダメだって。そういうこういうやつらに教えるために僕はそれを歌っててなんですやんないの。それを作ってるのが俺って。いやそうだよ。なんで、ね、免除申請してないの。いや分からんすもん。ダメなんだって。だそれ分かんないやつに訴えるやつなんだけど、はい、でも、うん、あの心に、ね、残ってるんで全く知らないやつよりかはこの曲があったおかげで知れてるんで。そう、でもすぐやった方がいいと思う。行動には移してない、うん、行動には移さないといけない、はい、うん、だからね今僕はメッセージとして歌いたいことがあるとしたら、はい、スーパープロポーカープレイヤーって曲作りたい。スーパープロポーカープレイヤーどういう内容なんですか。ポーカーの、まあ、はい、あるあるみたいな。ああこれはこういうの覚えておいた方がいいって。結構ニッチじゃんポーカーって。でも結構でも結構来たのだけど来てるから今このタイミングで。まあでもな弱いっちゃ弱いけどそれ作法みたいなのあるのよ細かいのね、うん、ポーカーでチップはちゃんと前に出せよとか、うん、ディーラーさんに近づきすぎると気色悪がられるみたいなとかあるから、うんうん、まあスーパープロポーカープレイヤーって名乗ってるのも僕だけだから、うん、まあ、それかな。あれ前ってどういう風にやったっけ。まず僕が曲作って、うん、あこんな感じみたいな。じゃあまずあの横尾さんにあのこういう感じでこういう曲の流れにしたいねみたいなメッセージもらって、うん、でそれで僕がその振りもカンパケフルーで作ってラララでメロディー入れてでそれに歌詞はめと思って、あ歌ったやつが来てそれを俺がエディットして完成させて送って確認して MV 作らって出した。そっかそっか。思い返すと結構大変だったな。大変ですね。作る側も大変だった。大変です。いや俺もう頭痛なかったね。まあちゃんもしてしんどかった。長くなくていいよもっと。同じのループでいいよ。あでスーパープロポーカープレイヤーだったら、なんとなく結構な文字列で、ルル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 ってなって、ルルルルルルっていう感じ。分からない。分からない。全く分からない。あんまりそのディーラーさんに近づいているやつはもう少し離れないと嫌われるぞみたいな。メロディーに乗せてちゃんと言った方がいいわけよ。まあそれは連続でね。それはそれ、うん、でスーパープロポーカープレイヤーって連呼する場面になった。僕はとかじゃなくて長い読めすぎ。これがスーパープロポーカープレイヤーだって絶対言ってこれ言いたいなって。そうチップは特にその3番シートと7番シートに座った人はねチップが届かないのにディーラーさんができるだけ前に出してやろうぜっていう、いろいろそのポーカーの分かりやすいね紳士的なプレイがあるの、はい、だそれをいろいろ教えてあげて結局これがスーパープロポーカープレイヤーだってひたすら連呼して終わらせたい、ね、うん、でもねやっぱラスベガスとかでも通用する音楽にしたいね。あ、ほらもっと EDM 系の。いや、知らない。そういうの知らないから。何 EDM 系。あ、なんかもっとあの、なんかなんちゅうですかね、あの、タリティみたいな。あー、どうなんだろうね。僕がレアンザスクワラシとかってあれめっちゃなんか日本的な音やと思うんですよ。あ、そうなんだ。日本的な音やと思うんで、うん、あれでラスベガスに響かへんかったっちゅうことは、うん、あの路線はやめた方がいいか。ラスベガスに響かせたいけど、うん、まあ、ポーカールームの BGM として自然に流れてて、はい、なんか
耳にスーッと入ってくるような感じ。まあそれはさておき、ちょっとまとめてほしい。すごいっすね。締めてほしい。あ、わかりました。やついるか可能性あるよ。東京で何かやるでしょ。その時に僕がスペシャルゲストとして、テレレレ、テレレレってイメージとしてはね。誰でもおらん客席ですよ。いや、呼べば絶対来るじゃん。これ見てくれる動画でしょ。あ、スペシャルゲストで出ますって最初に言っといたらね。他にも出し物がないときついかも。ない。成富さんに弾き語り歌ってもらいたいなんで成富さん出てる。いや、あの人歌張りますよ。いや違うんだよ、それは。やつきるか単独ライブに僕がゲストとして出る感じ。ああ、なるほどね、うん、やばいっす、俺この前俺おとついあの京都でやったら客ゼロにやったっす。いやでもまあなんか告知すれば大丈夫でしょ。じゃあまあ今後も緩やかにね、何かしらやっていきますか。はい、緩やかにね。まあね、壊れない程度に。そうですよ。まあ僕もそういう感じなんだよ。じゃあ今日はどうもありがとうございました。こちらありがとうございましたいや遠いね、東京から来てもらってありがとうございました、うん、まあついでですけどね、ポーカーのついでにね。いやいや、ありがとうございます。いや、いい機会だったね。これもまた未来に何か、はい、何かね、繋がる何かかもしれないから。でとりあえずじゃあ東京ツアーをね、まあ10年、30歳までやるっていう感じでいいか。それはできそうですね。できそうだよね、うん、その時にちゃんと僕をゲストで呼んで、僕が令和の座敷わらしを一緒に熱唱するっていうフィナーレが思い浮かんでるから勝手に思い浮かべて、ああ浮かべてもらったらいいですけどね、うん、いけるね、これいけそうですか、うん、じゃあそれでいきましょう。はい。運転免許今取るか迷ってる人はい、いやいやいや、だめだよそういうのダメだな。宝くじ1万円分買った人、それって5500円を捨てたのと同じことだよ。だよ。厄年だから大守りとかお払いとかって人。あれ単なる悪徳情報だから一切知らないことないよ。最後の飛んで後今日からあら曲聴いたので石川はあってよくあってガッツオンギャオン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 。株式投資難しくてわかんない。やんないとダメだから、マジで。うん、なんでやんないの。いや、俺はね、必ず免除申請絶対やめダメ。なんでやんないの。やり方こんなんでダメだって。明日区役所行け、市役所行け、明日。つまり僕があれ令和の座敷わらしだ。ほらね、僕があれ令和の座敷わらしだよ。僕は平成の座敷わらしだった。今は僕はあれ今の座敷わらしだよ。変な髪型、oh, crazy hatter。僕が令和の座敷わらしだ。そして46歳です。なんで免除申請しないの？宿便とかダメだって。
今日とにかく明日、はい、市役所行って。いや近日中に。なんでした方がいいじゃん。年金払ってないんでしょ。親が払ってくれてんの。多分そうです。じゃあダメだってそれ。免除申請しないと全く意味が分からない。いやいやいや、免除申請しとけば年金払わないで払ったことになるから。だからそういう人のために僕は歌を歌ってるわけだから。横さんもうあの呼び出しかかってます。帰りましょう。帰りましょう。じゃあありがとうございました。ドローンします。